こんばんは、こんにちは、おはようございます。森です。前回からまた間が空きましたけど、私は今変わらず高知にいます。最初の予定というか求人では柚子のシーズンである10月下旬から年末までということだったんですけど、次はブンタンというグレープフルーツみたいな形というか大きさの柑橘こんくらいのシーズンが始まりまして、引き続き働いてくれますかって言ってくださったので、住むところさえあれば喜んでっていうことで延長させていただきました。ここは寮代わりの提供していただいたお家なんですけど、年末までいたところとは違って引っ越すことになったんですけど、ここの方がこじんまりとしたサイズで快適に過ごさせていただいてます。で、今回は経験にお金を使おうというお話をしたいと思います。というのも、この間1月15日になんと東京へですね、ほぼ日帰りでしかも往復夜行バスで行ってきました。それを今月から一緒に働くようになった人に話してたら、モーリーさんってそういう経験にお金使ってきたんですね、すごいですねって言ってもらって、ああそうやな、なんか物質的なものっていうのはほぼ私何も残ってないし、人と比べてそんな贅沢したとは思わないんですけど、やりたいことに関してできる限り行きたいところに行って、会いたい人には会うっていうことはしてきたなと思って、今回も行ってよかったなと感じているので、そのことについてシェアします。で、今回はですね、誰の講演会に行ってきたかというと、天才コピーライターで作家の翡翠小太郎さんっていう方と、開運アドバイザーの蔡良平さんっていう方のコラボの講演会でした。でね、ご存知です、まあ、お二人とも結構有名らしいんですけど、実はモーリーその1週間10日前ぐらいまでほぼ存じ上げず、お二人とも。なんで知ったかっていうと、たまたま YouTube 動画で佐藤光郎さんがね、古田新一さんっていう保険のセールスマン、なんか2年連続日本一になったっていう方との、まあ、対談というかそういう動画を流していて、なんかそれがめっちゃ面白かったんですよ。で、古田新一さんってしんちゃんっていうらしいんですけど、しんちゃんが保険のセールスマンでもありながらフグ料理店のオーナーなんですって。で、会員制のフグ料理店がすごい流行ってるらしいんですけど、彼が裁くわけではないんだけど、まあオーナーですよで、そのお店で肝を出してしまったらしいんですって。フグの肝出しちゃいけないのに。で、なおかつ違反したっていうのと、彼自身がフグをさばいただろうっていう疑惑をかけられて、なんと留置所に拘束されてしまったんですって。で、何日間も。その時に奥さんが翡翠小太郎さんの物の見方検定っていう本だったかな、その本を留置所に差し入れして、その本を読むことで普通だったらもう耐えられないような留置所生活を、物の見方を変えることで目の前の現実を変えることができたみたいな、そんなお話をされてて、すごいなと思って。翡翠小太郎さんってどんなこと書いたんだろうって、まあ本もちょっと思ったんですけど、なんかその本を探してたら、やけに翡翠さんが顔出しをしない、徹底的に顔出しをしないって、なんぼ探しても画像とかないんですよ。なんかもう無性に会いたくなって、の直近である講演会を探しまくったんですね土日で行けるところので、見つけたのが、まあ、そこだったんですよ。そう、そのね、講演会のタイトルが2022やっちゃえだったかな。で、2022年の
ハッピーになるスケジュールブック for happiness っていう、何カッコつけていいよなっていうね、あの手帳を販売されてて、でそれの出版記念というか、でその開運しましょうっていう開運アドバイザーのサイさんのお話も聞けるっていうことだったんですね。で行ってきたんです。翡翠さんのサインもいただきましたよ、モーリーさんへってことで。でですね、またこの後ちょっと翡翠さんとのちょっと意外な接点も後々分かることになって驚くんですけど、またその話は長くなっちゃうので、また第2弾3弾と続けて言おうと思うんですけど、ほんまに続けて言うんかな。今回は開運しちゃえお持ち帰り資料っていうサイさんのね、こうちょっといただいたんですけど、これの内容をちょっとシェアしたいと思います。開運するにあたって大事にしておくことっていうのは、いかに自分に対して興味を持っているかが大切っていうことらしいです。運のある人っていうのは自分に対する愛がある人、自分に対する感謝とか愛とかっていうのをちゃんと、感じられる人。確かにそのさっき言った保険セールスマンのしんちゃんって方は、毎朝起きると、シャワーを浴びるらしいんですけど、そのシャワーが幸せのシャワーを浴びてるっていう、もう光のシャワー浴びてるっていうイメージをして、その体がほてってきた、暖かくなってきたら、その幸せが自分から溢れ出るっていうイメージがして、でそれを目の前の人にこう幸せを分ける、目の前の人を笑顔にするっていう原動力というか、そういうことにして、目の前の人が笑顔になったら自分も笑顔になることがもたらされるっていう風なことを言われてたんですよ。ということで、あの皆さんも自分を愛する、自分を大切にする、何か一つ自分が喜ぶことを日課にしてみてください。今日私はちょっと結構仕事でしんどかったんですけど、ビールを1本飲みました。クラシック柄ラガーそんで今日はあの山芋を焼きました。とても美味しくいただきました。ありがとうございました。今日も見ていただいて、あ、そうそうそう、今日あのね、今日かな、なんかあの登録者数200人になりました。びっくりです。ありがとうございます。ではまた近々必ずバイバイ、ありがとう。